40年代生まれの皆様、今回の映画レビューなんですけども、ラーゲリより愛を込めてというね、比較的新しめの作品なんですね。これずっと見よう見ようと思っていて、チャンスを逸してる間に、昨日ですね、 YouTube にアップロードされてるのをなぜかね見つけまして、早速見たんですよ。いや、これはね、もうあらすじから申し上げましょうか。これは大東亜戦争の終結後に、日本人兵士がですね、シベリアにある強制収容所に、まあ、連れて行かれて、そこでね、ソ連兵に過酷な生活を強いられるという、まあ、そんなストーリーなんですよね。それまでの戦争の中にあってもささやかな幸せを求めていた一兵卒がですね、シベリアで過酷な強制労働、5年、10年、20年と渡るわけなんですけども、で、実際何年だったんですかね、10年ぐらいだと思いますけども、その絶望の毎日を送っている中で、この山本さんっていうのがね、今回主人公なんですけども、途中でお亡くなりになっちゃうんですよ。で、その山本さんっていう主人公が同じようなね、強制収容所に入れられている仲間たちを励まして、戦友たちを励まして強く生きていくというストーリーなんですが、この山本さん自身はいつか国に帰って家族に会いたいという願いもなしく、癌でね、命を引き取ってしまうと。そしてその山本さんが最後に残した遺書をですね、お世話になった仲間たちがこのしたためるわけなんですよ。で、その遺書を引き継いで遺族に渡したいと思っているんですが、まあ収容所の中ですからね、すぐに手荷物検査があって没収されてしまうんで、この頭の中に記憶するわけなんですよね。で、山本さんの思いを最終的に家族のもとに届けていくという物語ですけども、まあ、これはね、一言でストーリーをこうやって私申し上げましたけども、なんだそんなもんかっていうふうに通り過ぎるかもしれませんが、その描写の細かいところがね、やっぱりね、すごいなと。俳優ってのはすごいなと思わせるものがありました。ぐいぐい引き込まれていって、長い作品だったんですけどもね、あっという間に見終わってしまいました。このラーゲリより愛を込めてという話なんですけども、やっぱりね、どんな時にあっても私たちは家族なんですよね。うん。で、家族がいない方は、やっぱりこう、精神的な家族ですか、友人ですとか、もしかしたら任侠の集まりかもしれませんけども、とにかく誰かのために生きていく、もちろん自分のためにもそうなんですけども、誰かのために死ねるもんかっていう気持ちとかね、それから家族が空襲などで死んでしまったっていう通達を受けて絶望に打ちひしがれるんだけども、それでも生きろと、何の希望がなくても生きろというね、まあ、そんなメッセージがこの収容所の中で暮らす主人公たち、日本兵たちのね姿を見て、私はね、生きることに明確な目標などなくても生きていけるんじゃないかなというふうに思ったんですよね。まあ、よく絶望と言います。うん。絶望があると確かに生きるのは苦しいんですけども、それでも強制収容所に入れられていつ帰れるか分からないと。で、衛生環境も悪い、食事も与えられない、絶望じゃないですか。うん、自由もない。その中で、絶望の中でもいつか日本に帰るんだと、いつか自由になれるはずだというようなね、まあ、そんな希望を自分の内側に秘めた、まあ、そんなね、男たちのストーリーだったかなと思います。ちょっとこれ私説明しにくいんでね、オチを言ってもいけないですし、ストーリーをパラッと言いましたけども、よくある戦争ものだよねとか、シベリア抑留ものだよねっていうふうに受け止められてしまうのは非常に悔しいんですけどね、うん、私の表現のなさがちょっと疎ましいです。しかしですね、見て絶対に後悔はないので、見ていただきたいかなと思います。本当に冒頭の30分見て、あ、これダメだと思ったら引き返してもらってもいいんでね、最初の30分見てください。もうそれで十分引き込まれて最後まで見ることになると思いますんで、はい、じゃあラーゲリより愛を込めて、2022年の作品でございました。ありがとうございました。